8月8日木曜日、ニュースオペードアンカーの武小山です。そしてアシスタントは小林敦樹です。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。本日のゲストは脳科学者の茂木健一郎さん。はい、上杉隆来てない、はい、お名前出てるんですけどね。はい、と今つぶやこうとしてたところです。はい、ハッシュタグオペード、はい、楽しみですね。楽しみですね、はい、究極の負けるが勝ちです。世界最弱のオセロ、はい、面白いですね。ですね。人工知能って普通評価関数があって、はい、なるべく勝つような評価関数の最適化するんですけど、これはまあだから逆にしたってことで、まあ逆転のはそうですよね。囲碁とか将棋ではAI の人工知能のいわゆる勝つ方はもうすごい、ね、もうだからもう誰も勝てないんです。羽生さんでも、はい、藤井七段でも、はい、誰でも将棋はもう勝てないです。勝てない。だけど逆に今度誰でも勝てる、誰でも勝てるっていうか負けるのが難しい。負けるのに頭使うってすごくないですか。すごいですよ。だからランダムに適当に打つよりもさらに負けるってことだから、逆にこの AI のオセロ賢いんですよ。賢くってこれが一番負ける手だって。これもね、よく考えたね。ただこうなんか子供たちが、はい、こう子供たちって負けるとこうなんでってなる、悔しいですよね。だけどその、はい、興味を持たせるためにこうなんか勉強でも必ず勝てるようなソフトを作って、まあね、でも逆にこれ見方を変えるとそのオセロのルールを変えて、うん、相手の石が多くなった方が勝ちっていうルールだと思うと、実はこのオセロは最強でもあるっていうか。そういうことか。まあそういうことですね。そういうことです、ね、だから人工知能ってそういうなんかちょっと常識を超えたなんかもうロジックの世界があって、うん、吉田さん開発者、開発者、吉田さんですね。これは何なんだろうこれ。東大でね、クイズ番組入れてクイズ王とか言ってるよりこっちの方がいい。おお、人工知能開発する方がいい。あ、これ出た画面が。これやっていいのかな、はい、どうぞやってみてください。これ黒い石の方が、これが黒ですよね、はい、我々これ負けなきゃいけないんだろ。はい、そう負けなきゃいけないでしょ。ちょっと待って、相手に角を取らせりゃいいってことですよね。そうですね、ある意味ね、はい、勝とうと思ったら角取りに行きますからね。今やってるんですけど、ああちょっとまだ互角ですか。勝ちたくない、勝ちたくない。森先生は得意なんですか、オセロ。オセロ、まあ昔やってましたけどね。まあでもまあ、こんな感じでちょっと今打ってるんですか。意外と早いな。おし、絶対に俺負けるぞ。あれちょっと待って、あれ勝っちゃってんじゃん。吉田くんのプログラムに負けてる。これうまくすると真っ黒とかっていうことになりかねない。やだやだ、そんなやだ、それにあったら絶対角取らないから。角取らせてくれてますよ。普通角取らない、角取りますよね、普通ね。角取らせてくれてますよ。普通角取るけど、今回は取りいかないぞということで、はい。あんなに打つとか、角だらけじゃないですか。あ、向こうも考えてますね。考えてちょっと待てよ。劣勢だ。普通、自分のね、石が多いと劣勢って言わないけど、これ劣勢だわ。ちょっと待って、今間違って。間違ってたくさん取っちゃったよ。あらもう角取らされちゃったもん、これ。俺もうこれしかないじゃん。ひどいな、君、ひどいよ、君。これしかできないじゃん俺。なんで負けたいんだけど、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 ちょっと真っ黒になっちゃうよこれ。どうしよう。また角取らせる。角取りたくない、角取りたくない。こっちの方が弱そうだ。これしかない。角取らされる。ひどいなこいつ、勝っちゃったよ俺。おめでとうございます。すごい、これ難しそう、負けるの、うん、そうですね。これはでもすごい発想、ね、まあでも基本的には逆なんですもんね。でもこういう研究はいいですね。もうこれ、ね、これ他には何かできるものありますか、この AI で。 逆転の法則逆にね、はい、これはもう極端に弱い場合ですけども、うん、いわゆる囲碁のプロとかと話してるとね、はい、接待碁が大事だって言うんですよ。つまり接待碁ってちょっと手加減する、うん、ゴルフでもあるでしょ。 あります、接待ゴルフね、はい、安倍さんがトランプさんにやってるの。そう、いや まあ、どっちも本気でやってもあんなものじゃないかなという感じがしますけど、まあだからそのこういう研究が進むとね、はい、相手のレベルに合わせて、うん、うまく調整してくれるっていう、そういうのの開発になるので、多分英会話なんかもそうですよ。あ、その人のレベル、相手のレベルに合わせて、上杉隆来たな、うん、相手に合わせて、相手のレベルに合わせてその単語とかを調整してくれるような AI の開発につながるかもしれない。これでもどんな教育にも使えそうですね。あとね、意外とハーバードとかで学力重視で入れてるとね、みんな優秀だから劣等感持つ人がいるから、ある時期からわざとスポーツ得意だけど学力苦手なやつとかもハーバード入れるようにしたらしいんですけど、
人こういう弱い人がいるとなんかみんな安心しますよね。安心する。そうですね、あいつがいるから大丈夫だ、安心する。絶対だって遅刻は全然安心してますもん。そうそうそう、上杉が遅刻する絶対する人がいますからね。上杉が遅刻するからみんな安心する、はい、今ねあそこで今ねいらっしゃってますね、ちょうど、はい、それトイレ行ってますけどねだいぶ余裕が遅れてきてトイレ行ってますからね。余裕ありますね、本当にもうね。